ナナトだよ。はい、ということで本日は白菜を使ってやっていきたいと思います。白菜はね、広い攻撃範囲でね、初心者でもかなり使いやすい武器になってるんですけど、まあキルタイムもそこまで早くなく射程も短いんで、まあ上位に行けば行くほどかなり難しい武器と言われてる白菜なんだけど、白菜使いの中にはとんでもない、3800とかだっけ、そこら辺のパワー出してる人もいるんで、まあ、めちゃくちゃ武器パワー低いかって言われたらね、やっぱ使いこなしたらかなり強力な武器というか、まあ、結構白菜にしかできない動きがあるからな。この広い攻撃範囲とこの高い機動力はやっぱ白菜にしかない、この、まあ、ローラーとかとはまた違った強みがあるからね。この筆移動がやっぱ強いからね。この筆移動を生かして、ただこの筆移動を生かさないとスプラローラーの介護感見たくなっちゃうんで、当たるか。でもこれはエナスタです。まあ、ちょっとタラポートはちょっと白菜むずそうだな。遮蔽がないから。これローラーも結構難しいんだよね。まあ、だからイカ忍者をしっかり活かしやすいステージはあるから。どう？任せた。ナイス。ああいうのはもう味方に任せるのも大事。一撃ローにしたのは。オッケー、は、触腕刺さるな。なんか味方と挟む形を作れればいいけど、いや、これ飛んじゃう、飛んじゃいます、飛んじゃいます、これ。勇気の飛び、よし。オッケーオッケーオッケー、正直今のちょっと運が良かった。これいいんじゃね。ローラーいる、ローラーいる、ローラーが。うん、ねえねえ、ちょっと待って。イヤホンは結構めんどくさいが、これがローラー使いのイカ忍者さばき。なんかある。よし、いや、これ一旦入れて、うわ、狙われ方尋常なかった。いや、今の職腕で生きれたらな、かなり時間稼ぎできたけど、いや、でもどっちにしろスマナっぽかったな。イカ速強いな。スプラローラーよりもやっぱイカ速が活かしやすいな。ビーコン内の確認して、これ左高取りたいなって思ったけど、これ上げて、やばいやばい、待って、一回帰る、あ、帰っちゅうか。これはね、この機動力な、本当に。オッケー、こういう潜伏とかもしっかり活かしてって、後ろからあにゃん、よし。いや、食ワンダーなんか強くね。なんか食ワンダー最近俺の中で評価高いんだけど、ちょっとなんか、あらららららら、やがーっと、ちょっとカット、ナイスー。はい、マッチングいたしました。タラポートショッピングパークのガチアサリということで3戦目。お、なんか味方金の王冠銃だ。よし、これはかなり期待できる。でもエナスタニカもこれもうゴン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 前ですね。これゴンゴン前、脳筋トスでいきます。これなんなら初手からもこういう立ち回り、ちょっとその吸盤エッジ、こういう立ち回りでね、しっかりと敵のヘイトを取りながら、これはこの素早い動き、目にも止まらぬ速さ、行ったと思わせかけての、いや、ちょっとこれやれるんじゃない。オッケーオッケー、でエナスタを取りに行く、取りたい、オッケー、これ完璧だ、この動き。あー、くそ、無理か。入れに行きたいね、これ。入れに行きたいが。無理か。さあ、あんまカウント進まなかったが、こういうセントルキルも。バレない、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 バレない。おっし。
潜伏のコツは勇気です、マジで。勇気が一番大事なんだよ、潜伏には。しかもここに来てエナジースタンド、これちょっと、あれ、あれ、ちょっと待って、キャラコン通過うまくやったら、ね、金見上もいけるんだよな。うわ、これバレてる。うわ、強い。どうやるんだっけな、なんか金網の下から登る方法あるんだよね、触腕だ。ちょっと触腕だあんまり使んないから、ちょっとイカ状態挟むんだっけな。こういうスピード感、このスピード感が大事。どこだ、エクサがどっかいるはずだけど、エクサか。だったら俺はもうこっちから行って、はい、うわー、竹が強い、竹強い、竹とエクソンコンボ。うわー、まあでもどっちにしろノックアウトは無理か。じゃあこれ行かせていただきます。じゃあ味方のエナスター、味方のエナスターを貯める時間を作る意識、これで無理か。耐えなかったけど、手前はどうなってる、バレてる、スッて避けて、これはあえて1回、やばい、あ、ごめん。いや、これあえてエナスタ取らない判断だったけど、ナイス、味方強い。自分が最前線を張ることによって味方のカバーが入るという、これスピード勝負。こんなうわー無理か、あー、でもカバー入った。でもこっちエナスタですから、エナスタ枠の人を生かせばまたエナジースタンドが支給されますからね。これはこれあえてゆっくりさせることによってバレない。待って、危ない危ない、待って待って、助けて、誰かバレてる。うわー、うまい。いや、ちょっと怖いな、押され始めてきた。俺らエナジースタンド2だからさ、その守りのスペシャルがないんだよね。食はエナスタ2に帝王イカか、まあ、帝王イカは強いけどね、守り才能帝王は、ま、待って待って、ちょっとやばいな、竹が結構うざいな。竹と X の、バレた、まずい。あ、待って、うわー、なんだそのロボムは、まずい。ナイス、さあエナスタ、うわー、やばい、鉛筆しかいない、これ。いや、これ飛ぶわ、一旦飛ぶ判断の、え、これ取りたい、取って、このヘイト取り、このヘイト取りで、あー、でかいんじゃないこれ。いや、この、これ、白菜にしかできない、この武器し、うわ、これ、マジで、敵の竹粉砕しただけでもう、すごいいいお仕事です、これ。で、塗り固めもして、今の、あ、白菜の打開って感じやな。ナイスー。はい、ということで本日は白菜を使ってやってきました。いや、この武器がね、やっぱエイムがそんなにいらないから、やっぱ安定するよね。常に安定した立ち回りに再現性持ちやすい。やっぱシューターとかさ、チャージャーとかだとエイム調子悪い人だったらなんかうまくいかねえなってなるけどね。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。